ネルの世界一嫌いなイベントバーベキューをしているぞ。何を踊っとるんじゃ。ほら、こんな状況でも踊り狂っている。状態でもパリピは増えた。それでその時さ、4人ぐらいいたのね、その研修を受けてる人が。はい、じゃあ今からいらっしゃいませのお出迎えの挨拶の練習しますからね。では前のあなたから順番にいらっしゃいませ。一人がお辞儀をしてる途中で次の人がお辞儀をしていらっしゃいませと言うとかってこうさ言われて、前の人がこう来ていらっしゃいませって言って、次の人がいらっしゃいませいらっしゃいませ、ネルが次、ネルがいらっしゃいませって言ったら、何今のいらっしゃいませはってこうやって、なんでなんで今ネルちゃん怒られたのみたいな、なんで怒られたのと思ったら、あなたそのいらっしゃいませじゃクレープ屋さんだわよーとか俺け、みたいな。厳粛な企業のパーティーのアテンダントなのに、子供のような声でいらっしゃいませを言ってもダメだみたいな感じで怒られて、そう、ちょっとマラタだけもう一回やりなさいとか言って、いらっしゃいませとか言って、ねーみたいな、あなたどこから声出してんの、いらっしゃいませはーみたいな、あんな気になりながらいらっしゃいませを繰り返すという。で、その後にね、続いてお料理の取り分けの練習と、音を立てずにカチャカチャせずに綺麗にお料理を取り分けて小皿に盛って、で、お料理をまだ手に持ってないお客様に渡しに行かなきゃいけないの。それじゃあ今から皆さん15分までで練習してくださいとかって、みんなこれ練習し始めよう、カチャ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 みたいな。でもね、全然それがさできなくてさ、もうなんかさ、音を立てないどころか音を立ててもよそれないみたいな。で、じゃあ15分経ったので皆さんじゃあ一人ずつやってみてくださいみたいな。もう終わったわ、人生終わったわみたいな、もう絶対次殺されるわみたいな、もうこれもネル終わったわと思って、もうカタ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 無の顔よ、完全に無の顔で、なんて言われるんだろうと思ったら、スルーして次のレッスンに行ったわ。ちょっとねるちゃんもその時点の心折れまくりよ。もう完全に心折れまくりのままね、そのねレッスンを終えたわ。新衣装チラ見せみんなでお菓子パーティーもぐもぐ雑談ということでですね、稲葉ハネルの新衣装ご用意いたしましたので、ちょっと公開されてるパーツをね並べてみますか。あ、でもこう見るとなんか、あら、こう見るとあら、あら、クソリア、やばい、寝るぞリアだ、やだ。チビネルは棚に行きました。チビネル行かないで、チビネル行かないで、しないのね、チビネル、スリ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 ファンサービスタイム、スリ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 、ゴシ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 、これ何してるんだろう。コラボ入っていないから自分とコラボしてる、やめてそういうこと言うの。ちょっとねるちゃんは楽しくてこれをやっている、自分をコラボ入ってだと思い込んでる異常者やめてください。ちょっとやめてください、自分をコラボ入ってだと思い込んでるのはやめてください。ちょっとやだやだのね、リスナーさんたちのツイートを見てたら、お店の前で結構並んでる人たちいるけどそんなに人数いないなみたいなことをなんかつぶやいてる人が多くて、ちょっと待ってよ、数人しかいない、でもつぶやいてる人は結構入れてることが、これ並んでる人ほとんどうちのリスナーさんなのではと、ちょっとなんか不安がよぎりまして、ねるちゃんはそれで思いついたのです、ミッションを出すこと、ちょっとやりやすいやつを考えたの。これ次は8時45分になったら後ろを振り向こう、やらなかったものは破門だぞと。そう、8時45分のミッションの後にみんなねるちゃんの言うことを聞いて振り向いて恥ずかしさに笑ってる。一応みんな振り向いたんだろうね、
頑張って。でもみんなちょっと声をかけ合うのはちょっと恥ずかしいからクスクス笑っているコラボカードを手に入れるためにそう取扱店舗の一番最初にねオープンするその免税店のところでねカードを一番最初に手に入れた人が言ってたのが東京バナナキットカットっていうのがねその免税店で売ってるとそれが1000円ぐらいするんだってそこでキットカットを買ったって書いてたのよねるちゃんそこでひらめいたの愛客免税店で東京バナナキットを買って跳ねるカードを当てろそしたらみんなね次々とその免税店に行ったらしくそのランダムカードをね手に入れてこう店の前でなんか開けたりしてたらしいのよでも誰一人としてね声を掛け合わないらしく目の前の人も後ろの人も東京バナナ買ってて笑いが抑えきれんかったちなみにインドものなので話しかけてはいないおひげが東京バナナキットカット買ってるのに誰も話しかけ合ってないっていうインドものなんだってすごい安心した生態がツイッターなのなるほどね生態がツイッターに繋がったのね懐かしいこれほら駅前でさもう別意見を許すなみたいな懐かしい何この人あー触れただけで死んでいく見ててよああ大げさだろこいつらリアクション芸人かよみんな見て妖のものだネルの世界一嫌いなイベントバーベキューをしているぞネルの嫌いな三大イベントバーベキューナイトプールハロウィンやっちまうしかないですね何を踊っとるんじゃおら家の中で清潔なところでご飯食え何を野外で肉を焼いとんのじゃこんな状況でも踊り狂っているこんな状態でもパリピは増えたこれが妖のものどんな絶望的な状況下に置かれていても踊りを絶やすことないあこれは懐かしの川崎国日本の川崎国っていうところにはこういう暴走の車がいっぱいいるのでもこの車そろそろ止めてあげないとねえどうやって止めればいいの円環の断りから車を舐めてみればいい川崎国のことを田舎者とか言うのはひどいゲームだああちょっと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 待って川崎国にはちょっとまだ勝てなかったかご期待ください。